は、アメリカ合衆国ユタ州の中北部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は23万1236人であり、2000年の19万6533人から17.7%増加した。軍庁所在地は、奥伝市であり、同軍で人口最大の都市でもある。1852年に設立され、軍名は、ウィーバー川にちなんで名付けられた。 グレートソルト湖の東岸の一部であるワサッチフロントと岩の多いワサッチ山脈の大半が軍内に入っている。1889年に設立されたウィーバー州立大学がオグデン市内にある。ウィーバー軍の全体がオグデンクリアフィールド大都市圏並びにソルトレーク式オグデンクリアフィールド広域都市圏に属している。ウィーバー軍は1852年3月3日に 設立され、ウィーバー川にちなんで名付けられたが、ウィーバーというのは1820年代にこの地域に入ってきた毛川公益業者カルツワナ漁師のジョン・ヘンリー・ウィーバーにちなんむものだった。昔のウィーバー軍はカリフォルニア州やオレゴン州、ユタジュン州の北西部境界から現在の軍南東境界まで広がっていた。ネバダ州ができ、ユタ州ができた時に現在の軍域まで小さくなった。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は659平方マイルであり、この内陸地は576平方マイル、水域は84平方マイルで、水域率は、軍の東部はワサッチ山脈で標高が高く、西部はグレートソルト湖の部分に広がっている。ウィーバー川とオングレン川及びその支流が、ウィーバーのバレーを流れている。 軍測量事務所は軍内をロワー,ーバレーとアッパーバレーの二つに分けている。その境界は軍内を南北に走るワサッチフロントの尾根である。ロワー,ーバレーは人口が多い地域でありグレートソルトコに接している。東部のアッパーバレーはオグデン川の流域であるオグデンバレーで大半が占められている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 軍内の詳細オグデン市中心街以下の町は、国勢調査局が、国勢調査地域のオグデンバレーの部分として、列挙している。abqicfacts.census.gov 2011年12月6日、qicfacts.census.gov オグデン、2011年12月6日、 a county, national association of counties, http://www.naco.org/.counties/.pages/.fintacounty.aspx2011 <ッ>年6月7日閲覧フィッシャー、リチャードスウェインソン、a new and complete statistical gazetteer, of the united states of america, ニューヨーク、 jh, コルトンカンパニー p870http コロンスラッシュスラッシュ books.google.com ス,スラッシュ id イコール lnj1 アマジアンド、センサス二千2000 us ギャザティアファイルズカウンティーズユナイテッドステーツセンサス2011年2月13日閲覧センサスドット g o v ユタポピュレーションバイカウンティー 1900から90、リリーブド2009年5月14日。ありがとうございます。